けましておめでとうございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。運動学から考えるフラ、ハラフラオカワエルナのアスカカマイフです。今日は今年の抱負をお話しします。昨年はいろいろな変化に富んだ1年でした。まず一つ目は、3年ぶりにハワイから先生がお越しになってハラワークショップを開催することができました。実際先生にお会いするまではこの3年間分のブランクが不安で、緊張感いっぱいだったんですけれども、実際先生にお会いして3年ぶりにレッスンしたら、3年間がまるでなかったかのように、自然とレッスンに打ち込むことができました。で、次に印象に残ったのが他のハラウの方とのコラボレーションになります。私たちのハラウでは今まで他の団体の方とコラボレーションすることはなかったんですけれども、昨年はありがたいことにお誘いをいただき、一緒に披露することができたのがとても印象的でした。それでは今年の抱負ですが、ハラウとしての抱負と私個人的な抱負と、2つに分けてお話ししていきたいと思います。で、ハラウとしての抱負は、ダイナミックにな表現ができるようになっていくということです。で、もちろん下半身の緻密な練習はしていくんですけれども、今年は私が思うには手の動きをさらにダイナミックに大きく表情豊かに見せて踊るという練習を積み重ねていきたいと思います。私個人の抱負としては、3点挙げられます。で、まずは教える側のとしての抱負ですね。で、それと私個人、ダンサーとしての抱負で、最後に YouTuber としての抱負をお話ししていきたいと思います。で、まず一つ目の、教える立場としての抱負としては、ワークショップを3年ぶりに開催して、つくづく改めて思ったんですけれども、やっぱり基礎力がとても大切だということです。ですのでレッスンの中に基礎的な練習方法を、どんどん入れていって、今まで払うでしていた練習スタイルと、さらに変化させてステップアップさせるような練習法をしていけたらと思っています。で、私個人、ダンサーとしての抱負は、体を、くまなく全身を使って、どの筋肉がどのように動いているか自分で自由自在にコントロールしながら踊れるようになりたいと思っています。最後になりました、 YouTuber としての抱負ですが、今年の末までにチャンネル登録者2500人を目指して、さらに分かりやすく皆さんに楽しんでいただけるような動画を作成していきたいと思っています。これからも頑張ってお役に立てるような動画を作っていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。